いました。思いませんでした？すごかったね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ出てくる。もう牛太郎からそうだったんですけど、牛太郎だった。あの牛太郎からそうだったんですけど、ワールドツアー上映。鬼滅の刃、上弦集結、そして刀鍛冶の里へ。ド派手に行くぜ！無限城どうでした？すごかったです。あれ映像で見た時にどこまで作ってんだこれと思って、延々落ちていくし、延々なんかこう襖開いていくし、どうなってるんですかね、これをどういう風に、あれ 3D で作ってるじゃないですか、だからどういう 3D のモデルで作ってんだろうなと思って。あの花澤さん、まずはその、はい、いろんなこう、ね、キャラクターたちの掛け合いありましたけれども、ご覧になっていかがでした？もうね、ドーマと赤座よって思いました。思いませんでした？すごかったね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ出ていくよ。ちょっと僕ら後ろに下がってるからさ、こう全然自由に使ってもらって。ドーマめちゃくちゃ良かったんですか？いつもより大きく動いてます。ライブビューイングの人を見てるんで、ちょっとゆっくりめで動いてますね。すごく良かったですよね。カメラ追えないんで、あの余裕のない石田明さん、すごくいいですよね。あのドーマのね、あのなんでしょう、憎たらしいんですけど、でも可愛いって思っちゃう感じ、あれなんか母性本能くすぐられませんでした？まだあるから。一周かなと思ったら一周するんだ、この人。本当にありがとうございます。さすがコメディエンヌ。失礼しました。皆さん届きましたでしょうか？すごいですね。もう新商品発表のプレゼンぐらい、あの何のスマートフォンを発表したか。ありがとうございます。でもね、まあそうしたね、あの非常に魅力的なやり取りがありましたけれども、はい、マニーさん、そのキャラクターたち、その動いているシーンであったりとか、はい、そのそれぞれの芝居っていうのをご覧になっていかがでした？いや、まずもう牛太郎からそうだったんですけど、牛太郎だったあの牛太郎からそうだったんですけど、もう上弦の通りっていうだけあって、皆さん本当にお強い声をされてるわけですよ。はい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 。であれだけ強かった上限の6以上の、ね、5から1、そしてカメラ追えないんで、5から1の、上限があそこに集結して、あまり止まってください、注文が多いな、注文の多いな、本当に、何喋ろう。本当にあのもう声からして、はい、あもうこの鬼たちに勝てないんじゃないかなって思わせるぐらい、あのシーンってもうすごく怖いなっていうイメージがありまして。どの鬼がすごかったですか？どの鬼が、やっぱりあの序列があるんだなって思いました。あ確かに、1から6っていう中に各々がその素晴らしい強さを持ってるんだなって思ったんですけど、あの赤座がこうぐぬぬってなるぐらい、まずその3と2の間に、差が歴然とあって、大きな差があるよね。大きな差があって、余裕のない石田明。そうですね、余裕のない石田明。そうそう、ハンテングとかどうですか？ギョッコとかいますけども、いやハンテングはやっぱりあの古川敏夫さんの、はい、まさかそこを、ま、ね、キャスティングするかっていうね、いやびっくりしましたけど、もうずっとこの柱の陰からヒヒーって言いながら、でもあれがなんかその映像の中ではどうやって描かれるのかなとか、どういった強さがあるのかなっていうのは、ちょっと戦うとすごい強いんですよ。そうですよ ね、いや楽しみだなと思います。古川さんもあの鳥海くんも普段はやっぱりかっこいいキャラクターとか演じることが多いじゃないですか。だからああいう風なキャラクターを演じるのを見てちょっとなんか新鮮でした。鳥海くんが気持ち悪くてよかったですよ。あのフォルムも相まっていい気持ち悪さというか、いいなんかね、キモカワなんですよね。かわいいよね。はい、すごく良かったですね。そして沖合さんはいかがでしたか？いやもうずっとこの横のショットしか映ってない。
そうずっとここで赤座お前あのこの序列の意味ちゃんと分かってるのかみたいなずっと横のカットで最後正面から抜かれて終わるっていうのがめちゃめちゃ怖いなと。あの沖合さんの声の強さね。存在感すごかったですよね。だからあのだからね序列でね3位2位の間にスッと入ってきて2人とも止まるっていうのはやっぱあのすごさね。ぐぬぬ感のね石崎がまたそこで味わえるっていう。そうですね。あのそうそこでまた味わえるんですよ。そこでね本当に。そういやだから配信の皆さんも絶対に見た方がいいですよ。余裕のね。いやもうやんなくていいんだよ。もうやんなくていいの。もうごめんなさい。もう振りかと思っちゃった。本当もうギャラ以上の仕事します。あのそこからちょっと待ってあのみつりちゃんとかの話したいんですけど。あのもうこの次しますから。それとりあえず現場からは以上です。ありがとうございます。